青パジャマ、赤パジャマ、黄パジャマ。Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Hi, how are you doing? I'm Dr. D, Pronunciation Director at Dr. English. はい、どうも皆さん、こんにちは。Dr. English 発音ディレクターの Dr. D です。今回は英語の早口言葉、これに挑戦していきたいと思います。で、これを通じて掴んでいただきたいのは何かというと、英語のリズムです。この英語のリズムを掴むことができたら、この tongue twisters、それほど難しく感じなくなってきます。それでは早速行きましょう。まず初級編です。She sells seashells by the seashore. これはですね、see、ノートと she、ノートが混合していることで難しいとされている、早口言葉です。see, she, 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 see, she. なので、これができると、まあいいかもわかんないですね。see, she, 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 see, she. で、これを一個一個全部発音していくと、she sells seashells by the seashore. she sells seashells by the seashore.ただこれを早く言うわけではありません。英語はストレス発音です。で、このストレスをリズムで捉えることができると超簡単になってきます。で、このフレーズの場合実はあのストレスを置いてるとこって全部スッ、この S の音です。なので一個一個全部 She sells seashells by the seashore ってこう発音すると難しいんですけども She sells seashells by the seashore こうやってストレスでリズムに乗せていくと結構簡単に成り立っちゃいます。ストレスを置いているところをはっきり言って、それ以外は結構適当な発音で構わないという感じです。本当にこうテンポが速くなればなるほど、ストレス以外のところっていうのは適当になります。もう本当に子音を軽く絡めている程度ですね。ではですね、徐々に音を増やしていく感じでやっていくので、ちょっとリピートしてください。はい、行きます。She sells. She sells. 簡単ですよね。で、一個音を増やします。Seashells. この音です。She sells seashells.She sells seashells. しっかりこのターンターンのリズムに乗せましょう。She sells seashells. She sells seashells. で、その次、by the っていうのがあるんですけども、seashells by the っていう感じで seashells に、一体化させちゃってください。seashells by the. seashells by the. で、感覚的にはもうこれで一個の音っていう感じで捉えてみてください。で、繋いでいきます。She sells seashells by the. She sells seashells by the. まあ、コツとしてはどんどん音程を落としていって、どんどん力を抜いていく感じですかね。まあ、英語ってそういう節があります。ストレスをバーンと発したら、それに続く音っていうのは本当に力を抜きながら発音するので、音程も落ちていきます。She sells seashells by the. はい、ここまでできたら最後、seashore。この単語加えるだけです。seashore。seashore。She sells seashells by the seashore. これを一息で言えれば OK です。She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. で、早くなればなるほどストレス以外の部分を適当化していきましょう。She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. 本当に口を動かすだけでいいです。あんまり声を発さなくても構わないです。She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore.まあ、これが英語の早口言葉に対応するコツです。ここで日本語の早口言葉とちょっと比較してみたいんですけども、例えば、青パジャマ、赤パジャマ、黄パジャマ。これって結構難しいんですよ。ちょっとやってみてください。これを一発でさらっとできる人っていうのはそんなにいないんじゃないかなと思います。青パジャマ、赤パジャマ、黄パジャマ。でもこれを、ストレスを置くことによって簡単にすることができます。パジャマ、パジャマ、パジャマ。これで安定させておいて、これに軽く赤、青、黄っていうのを、付け加えるだけっていう感じ。パジャマ、パジャマ、パジャマ。パジャマ、パジャマ、パジャマ。こうすると結構言いやすくなりません。なのでなんか英語の早口言葉の方が日本語より簡単かもしれません。日本語の方が一個一個のシラブを全部はっきり発音していかなきゃいけないのでかなり大変ですよね。でも英語の場合っていうのはそのストレスの発音なのでストレスのところを追っていくような形で発音すると早口言葉もそんなに早いっていう感覚でもなくなってきますし、そんなに難しくもないと思います。じゃあ次の早口言葉に行きます。If a dog chooses shoes, whose shoes does he choose?はい、これいきます。これも同じ要領でやっていきたいと思います。ちょっとずつ音を増やします。If a dog, if a dog, if a dog choose, if a dog choose, if a dog choose shoes, if a dog choose shoes. これが前半の部分ですね。で、後半の部分だけいきます。Whose shoes, whose shoes, whose shoes does he, whose shoes does he?Whose shoes does he choose? Whose shoes does he choose? じゃあ前半の部分とくっつけていきます。If a dog chooses shoes, whose shoes does he choose? で、早くしていきます。
If a dog chooses shoes, whose shoes does he choose? If a dog chooses shoes, whose shoes does he choose? こうすると1、2、3、1、2みたいなこういうリズムでいくと割と簡単じゃないかなと思います。はい、じゃあその次のフレーズいきます。Susie works in the shoe shine shop. Where she sits, she shines. Where she shines, she sits. これも see と she、これが混合していることによって難しいとされる早口言葉です。じゃあまず頭からいきます。Susie. Susie works. Susie works in the. Susie works in the shoe shine. Susie works in the shoe shine shop. Susie works in the shoe shine shop.これが前半部分。で、後半部分いきます。後半部分結構厄介です。Where she shines. Where she shines. Where she shines, she sits. Where she shines, she sits. この she sits の部分なんですけども、sits の方に、sits の方にしっかり意識を置いておきましょう。それがブレないようにですね。あと she の方は本当に適当で構わないです。She sits. She sits. もうこれぐらい言ってる振りぐらいでやると結構簡単じゃないかなと思います。Where she shines, she sits.Where she shines, she sits. で、その次の塊がこれの逆ですね。And where she sits, she shines. And where she sits. And where she sits. で、she shines をつけて、Where she sits, she shines. Where she sits, she shines. これも sit, shine. これがブレなければ OK です。Where she sits, she shines. で、後半部分つなげていきます。Where she shines, she sits. And where she sits, she shines.で、全体つなげるとこんな感じです。Susie works in the shoe shine shop. Where she shines, she sits. And where she sits, she shines. はい、それでは最後のフレーズです。これはほぼ全ての単語にこうストレスを置いていくので、かなり忙しくなります。で、一個一個の単語は短いので余計ですね。でも、これを発音するコツも同じです。ストレスでリズムをとって、それ以外を適当に発音するっていう感じで OK です。じゃあまずちょっと発音してみます。Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked.まあ、これが何が難しいというのは、全部こう、ストレスの位置が P なので、混乱しちゃうんですね。P, P, 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 P. まあ、これは4つに分けながらやっていきたいと思います。まずは、Peter Piper picked. Peter Piper picked. まあ、簡単ですよね。Peter Piper, Peter Piper, Peter Piper picked. で、その次の塊が、A peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers.ここもやっぱりコツはそのド頭の部分に集中していくことです。peck, pick, pepper. peck, pick, pepper. ここを安定させておいて、で、余裕が出てきたらそれ以外の音を軽く入れていくみたいな感じでどうでしょう。peck, pick, pepper. peck, pick, peppers. peck, pick, peppers. まあなんかこんな感じですね。じゃあその次。a peck, pick, peppers. あ、また同じですね。a peck, pick, peppers. a peck, pick, peppers.で、最後の塊が、Peter Piper picked. Peter Piper picked. はい、じゃあ、つなげていきたいと思います。まず前半部分です。Peter Piper picked a peck of pickled peppers. もうなんか感覚的には、まずは適当にやってみてください。で、リズムが安定してから音を正確にしていくみたいな感じでいいと思います。Peter Piper picked a peck of pickled peppers. なんかこんな感じですよね。Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers.で、こうやって徐々に、母音を安定させていく。まずはこのストレスでリズムを取れるようにしていくっていう感じで。だから後半部分も、まずはストレスの音だけに意識を置いていく。で、適当で構わない。A peck, 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 peck. これぐらい適当にやっておいて、まあ徐々に合わせていく。A peck, peck, peppers. A peck, peck, peppers. Peter Piper picked. A peck, peck, peppers. Peter Piper picked.で、全部つなげてみます。これ、なんか長いんで覚えるのが大変なんですけども。はい、いきます。Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. まあ、こんな感じで完成していくわけです。はい、そんなわけで今回の動画では英語の早口言葉に挑戦してみました。まあ、これやることで、まあ、口の運動にもなりますし、その英語のストレスの感覚をつかむのにも役立つと思うので、ぜひ、しっかり練習していただければなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.